確かね、どうもインターネットをご覧の皆さん、こんばんは。新次郎と石本さん、15ですよ。2人旅では。いや、分かったから。15って。違うって、8月16日までお盆で、最後にその京都の場合は大文字の送り火で、来てくれたご先祖さんの霊を送り出すんやから、16日までやで。16日はエルビスの命日。But it's one for the morning, then for the show. If you let it know, you'll get a girl, don't you? Tell my mother I'll face you. You can do nothing, but I hope my mother will face you. You can buy my house, steal, tell my cars, and take my wreck from over here. Do the thing that you wanna do. I'm going high.
青春で don't you Say no more station You are the only thing Oh my blue station Steal my car, for example, drink my liquor for the blue show. Do one thing that you wanna do. I'm out of my shoes, don't you? Slap on my blue shoes. Oh, oh. You can do anything for your blue suede shoes. I'll face it, shut up, I'm here.世代じゃないですか、やっぱり。パッと隣の部屋に来た時にやで、あの、何しに来たんだっけってことあるだろう。ようあります。これが不思議なんや、霊現象。あ、俺何やるんやったって言ってますもんね。そうやろ、うん、君でもちょっと早いで、それ。いやいやいや。まだ40代やろ。まあ、もうすぐですけどね。40代は怖いぞ。ほとんど手探りで生きてるみたいな。勘勘勘ですか。しないよなみたいな、そういう感。それは何カレーしか当たらへんもん最近。カレーはよう分かるやん。当たりますね。うん、あれが外すときは、あ、さまずいよな。うん、話まとめましょうよ。そうそうそう。なん曲につなげようかなと思ってるんだけど、カレーいったらまずかったな。そうですね。そうどう考えたかって。カレーからちょっと いかない。今日ちょっと席が違いますよね。今日あの いや別にあのお客様がねその決してそういういつもの席を取ったとかあのそういうことをね言ってるんじゃないんですけどまあでもたまには新鮮でよくないです。いや嫌なことはないです。すごくいいです。あ、よかったです。すごい超笑顔ですね。もうあのお姉さん
前回か前々回に話してから俺はアイロンがけ上手になったからね。とにかくアイロンをあのかけた後すぐに畳んだあかんっていうことさ、冷やさながらな。そうですね、覚えた。スチームかかってるからですね。そう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 、まだ湿ってるんで。そう、もう今日シワシワやないかお前。それに繋げたかったんですあのね、言われたんですよ、上でシワシワやないけ、こういうやつなんですよ。あ、そうか、これから俺もシワシワやったらシワのやつなんじゃ、言うたらええなとか言う。そう、これあのシワシワの七分袖でいや、シワシワになってないですよ。うん、だって新品やん、これつらい。でもちょっとなんとなく次着るときはシワ加工なんですね次からシワ加工に自然になりますんでね、皆さん黙って黙認していただきたいと思いますけれどもはい、今日はジェミニの T シャツ着ていただいているお客さんもおられるんで、一曲ではね、また書いてみたいと思います。
のジェミニに加入して、うん、この手の曲はだんだん慣れてきたけれども、はい、これでは出られるんだよな、まだな。これなんですか？E。 E を向かってるんですけど、E の曲って言いたかったんです、ね、そう。さあ、ということでね、世間はもうめっきりお盆も落ち着こうとして言うた。今年はあの海行ってないね。海行ってないですね。あれだけ私あの毎年海、あの毎年夏、うん、もう真っ黒にあのなってこう焼きすぎちゃうって言われるぐらいに行ってたんですけど、黒いとこありますね、ここに黒いとこが肌やかんでも黒いですって。本当今日みんなたくさん飲んで帰ってね。グッズもたくさんあるからね。持ってってや。今日は俺あの終わってから京都東三田神社、京都の東三田神社まで行かなあかんから、はい、このグッズの売り行きによっては、はい、これ瀬田で降りなあかん、はい、あとちょっとなんや、あとちょっとなんや。売れんかったら下で行かなあかんってことですね。瀬田からな。あ、瀬田でも最初から下で行ってるし。そうか、あちょっと失敗したな。瀬田間違ってたな、うん、今だったらリットぐらいしか買うからT シャツ3枚かタオルか、はい、あ今日あのそうそうそう赤間口ね、そう新しいグッズが入ってましてね。でもあのこの間は俺インターネットであの事務所の人がポンと開けた瞬間1時間で予約でほとんどなくなってしまって、今日あの残り物ですいませんね、今日みんなの残り物を買って帰ってください。このありがたみのない言い方、上りもんから黒いから。何を言う？何を言う？そうやろ。普通何を言うって言ったら早見言うって言わなあかん。いやいやもうそんなベタそんなベタすぎてもう。その三段活用行きたかったんやけどな俺としては。ちょっと恥ずかしかった。っていうということでね、夏でございますけど、はい、じゃ あの夏らしいキャロルの曲っていうか夏が終わってからの曲になるんやけど、どうでしょうかね、あのあれ、夏の終わり終わっとるかな、タイトルからねございますけども、今日皆さんリアクション薄いの分かってました？自分たちで自覚あります？大丈夫ですか？今日薄いよみんな。うん、あのまあこっちはまあ仕事やからやるけど、あのまあ仕事で考えるとちょっとやりにくいかな、うん、だからもうちょっとこうリアクションをキャッチボールが大事です、ね、キャッチボール、うんね、こちらの方はちょっとあまり免疫がない感じ。何でも笑ってくれる、慣れてください。3回ぐらい見たらもう笑えんくなるんでしょうん、あこれは音楽のライブじゃないなっていうことがだんだん分かってくると思うんです。ただのあの夜の会だな、これってみんなとこう馴染みのお客さんと聞いてるのか。先輩が話しとんねん。僕言うとったんですよ。そうやで、すみません。お前今日髪の毛サラサラやんけ、なんでやん。何もしてないなんでや、まあ、お客さん知ってるやないか、お前ちゃんとセットいやいや、あごめん、俺もしてんわ今日。寝癖ついてるとかじゃないじゃないですか。うん、まあそうやけどな。うん、羨ましいな。なんかサラサラでな。うん、俺これストレートパーマ当ててこれやからね。もうストレートになってませんよね。そうだ。ストレートになったらええなパーマですよね。ストレートパーマね、当てても当てても当てますよ。いや、パーマ当てるがあかんすわ。は？パーマ当てるって表現がもうあかんすわ。もう。なんでよ。やっぱりサラサラのこうリーゼントでもこうちょっとギャッとこう降りるような感じとか憧れるやん、エルビスみたいな。違う、そこに言ったんじゃん。パーマかけるっていう人、当てるっていう人、かけるっていう人、ほら当てるっていう人、おいほらほら、あかんあかんやつ、あかんやつ、それ今の世の中、あかんやつ。パーマ当ててこいや。もうあかんです。パーマ当てたやんけ、うん、昔、おはんばんなってるよ、おはんばんなってるよ。あ、いらっしゃいませ、すいません。アイパーとかね。アイパーは当てるって言わへんか。なんでなんでアイパーは当てるで、パーマは当てるあかんの。あ、この、うん、パーマ当てたはるでしょ、それ。
回っても来る。しばくぞ。しばくぞ。どこのライブでお客さんしばくぞっていうアーティストがいるやろね。ね、まあまあまあよろしいですけれどもね。じゃあ僕らでじゃあね、なんか石本曲歌いますか。曲これやる。あ、そうです。夏の終わりで散々言うといてね。まあ、やっぱ喉元すぎれば曲も忘れるっていう感じなんだな。年のこと言うでええか。年のこと言うでええか。そほら同年違うんか。だいたい。よし、じゃあちょっと頑張るか。ね、頑張らなあかんんですよこの曲。頑張らな。ね、頑張ってみたいと思います。それでは、まあ、まだ夏は真っ盛りで残暑もこれから厳しいかもしれませんけれどもね、夏が、終わったという曲を聴いていただきたいと思います。店長の三好さんです。拍手。三好さんをほんとこれ本名なんですよ。インターネットをご覧の方珍しいでしょ。算数の三に、用いる用事の用って書いて子供の子で三好っていうんですけど、ネットで調べたらね5人ぐらいしか今でね
うん、調べた、うん、調べた先輩、はい、それ調べた暇でした。そう、はい、やりましょう。暇っていうか珍しいない？珍しいですね。産業士さんってね、反応は一緒です。俺だけそんなみんな驚くの、もうみんな慣れた反応かな。どうしたらよろしいのこれ。みんな今日リアクションですよ。本当、本当、あの、あれよ、今日は、ね、帰ったら反省してほしい。どうして僕たち、私たちは今日リアクションが薄かったんだろうかって、今日はもうみんな揃って、ね、反省して帰っていただきたいと思いますけど。じゃあケーキ付けに1曲似合うの？ I forget my shame I've got a hippie hippie shameするごとにこのネタで切り抜けてきたわけなんですけれども、今日もやっぱり1曲ぐらいはビートルズをやった方がいいような気がするんですよ。 ありがとうございますとかね、やっぱあそこにあのカラー写真すごいね、あれビートルズがタラップから降りてくる写真ね、ありますけど、あの一ノ瀬さんこっちこっち、あんたそっち見てたよ。一ノ瀬さんちゃうわ、誰やったっけ。あ、一ノ瀬さんや。声いらんかった。そうそうそう、あれカラー写真、なんでカラーなんですか。なんかいただいたんですか。あ、そうなんですか。僕はあれ、この写真って白黒でしかあんま見たことないわ。カラーあんまり見たことないですよ。珍しいですよね、だから。ねえ。塗ったんちゃいます。他お前は。お前は他。そう言ってほしかった。それ大事なことですよ。もうこの名古屋県都市で偉そうにしている石本を唯一へこむ姿が見れるというか、わなわなしてる姿が見れるある場所。そうでもないですよ。わなわなしてるふりを上手にできるようになりました。ねえ、腹立つわお前。腹立つわなんかごっつ。ちょっとちゃうでしょ今日は。あんな言うてんねん。あんたとは喋れへん。なんかちょっとこのギターね、弾きやすいんですよ、アルマジロさんのこのギター。
の夏っていうか暑苦しすぎるな、うん、もうちょっとこう爽やかな感じにしたらよかったな。そうですね、どっちかって言ったらな。爽やかじゃないですか。ダイヤモンドだって甘いなやで、これ。そうで、パイプラインも明るいようで、いやでもそうだね、でどっちを弾くかとかで考えてて、で今心の何も会話はなかったけれども、2番から俺がソロを弾くと思ってたよな、うん、で弾こうと思ってたよな。そしたら2人ともバッキングやってた悩むの熱苦しい僕もとなった。大体ペースでやらせへんですよねこれ。そう、君がソロ弾き出したからさ、いやいけるんかなとか、成果無理なんですよ。ああそうなんや。じゃあ、あれじゃん、弦が1本多いからちゃうか、これ取ったらええねんこれ、うん、ベースギターって4本じゃないですか。もう何もいらんがな、この使いもせえへんのに触らんといて。ちょっとやめ、分かりもんやからええけどさ、叩いて。いや、ええのすいません、最近ポロッと本音が出ることですけれども、あのね、歌を歌うよりもトークの方がしんどいんやで。でも好きでやってありません。はい。どっちか言うたら。なんですよね。思いますけれども、じゃあ一曲なんかいきましょう。何かメロベンチャーズでちょっとあれしてしまった、脱線してしまったんで、ね、なんかこうブラックキャットウーマンかなんか。あれはブラック、ね、キャットウーマンだ、クリームソーダの女性版の、そうです。ルカ・ビリーが好き。I'm a gonna lead up, gonna sound, gonna read up, oh I'm gonna walk it down, sound, just to try a little down.Song gone, baby. Twine, I can't take. My voice ain't that sound. I gotta walk away. Sometimes I wonder how I'm gonna do. Get to ain't no cure for the summertime blues. Yeah. Take to the weeks, gotta have a fun vacation. That's a lot of work.Oh my baby, I'm the kiss I could fall. Now you can care like I did to walk out late. Sometime I wanna, now I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime blues. Thank you.
ちゃうかいな。知らんしね。そうなん？大体ちょっとしか知らんしね、僕。知ってるとこだけをこう。だって、ブイって投げとった。いかにも自分は歌えるんだけど、この部分だけ歌うんや、みたいな。いやらしいわ。君の方が黒くないよ。ねえ。ほらほら、奈緒さんが、改めてお前の新しい一面というか、新しい発見を。これいいですね。ほんま腹黒い。知ってる。脱税にかけては天下一品なんですよ。あ、節税、ごめん。もうね、インターネット流れてるじゃないですか。じゃあね、言葉を間違えました。脱税じゃなくて、節税ね。節税が上手。これいいことじゃないですか。あ、そこ。別に悪いことじゃないじゃないですか。そうな。ですよね。うん、で、あ、ごめんね、ちょっとチューニングさせて。さあ、だいぶ経ちましたよ。45分も経ったし、はい、じゃあさっきもビートルズがどうのこうのとかって言ったままでビートルズの曲やってなかったんで、じゃあ1曲だけそれをさらっとお届けして、はい、ね、次のステージに、備えたいと思いますけれども、僕からの中継の一つは皆さんにあります。次のステージは本当リアクションをはっきりしてください。そして拍手も皆さんまだ気がついてないかもしれませんけど、まだ拍手に一体感はないです。まとまってきてください。ぜひともよろしくお願いします。で今日はそれこそ後ろにライターもあるからね、新しいライター、あ、ジェミニーのライターもあんやで、300円。まあ、買えや。で、僕火使えへんですよ。お前でも明後日から大阪でお盆お墓参り帰るやろ。線香に火つけられるんや。ねえ、チャッカマンで使ってます。悪いけど車間はないからね。車間はないって。定価のまんま買ってもらうということで、石本がちゃんと定価で買うところ皆さん目撃していただきたいと思います。次のステージでお会いしましょう。ただいまのお相手は新次郎&石本まさみでした。ありがとうございました。
Thank you.